皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。メサイアより1992年3月27日に、スーパーファミコン用ソフトとして発売された対戦格闘アクションゲーム。高橋留美子の大人気格闘コメディ漫画、ランマ1、2を原作とするゲーム作品。原作でおなじみのキャラクターたちが登場しバトルを繰り広げる。主人公のラン馬となって、町内の勝ち抜き格闘戦に勝利して中国入りを目指すストーリーモードと、好きなキャラを選んで対決する対戦モードの2モードで楽しめる。ストーリー。棒付き防備。ランウマたちの住む町内会は、お祭りで賑わっていた。なんとそのお祭りのメインイベントは町内竹刀大会、というもの。しかも優勝者には賞品として、中国旅行ご招待、が、用意されている。中国旅行と聞いては、黙っていられてないランウマ、優勝するのはこの俺だ、と、張り切って参加した。しかし、対戦相手はゲンウマ。校長、クノウ、コタチ、シャンプー、ヨーガといういつもの面々だ。しかも、打倒ランウマ、と、身の技に磨きをかけての大会参加だ。そんな奴らを、相手に、賞品の中国旅行は、絶対にこの俺がもらうぜ、と、賞品に目がくらみ張り切っているランウマだが、さあ、激闘、町内バトルロイヤルの始まりだ。果たしてランウマは優勝し中国旅行を手にすることができるのか、原文まま。特徴。中国旅行に行きたいのは、ランウマだけではない。プレイヤーはランウマ、OR、ランマ、となって、原作キャラと戦っていくのだ。登場人物。作中ではひらがなでしか、表示されないがわかりやすく、原作通りに表記させていただいた。早乙女ランウマ、男、本作の主人公。無差別格闘、早乙女ゲンウマの息子である。中国十泉号の収容の際に水をかぶると女の子になるという体質になる。早乙女ランマ、女、本作では試合前に男ランウマか、女ランマを選ぶことが可能になっている。早乙女ゲンウマ、ランウマの父で無差別格闘早乙女雄一白目。強欲で有名。水をかぶるとパンダになる。今作は珍しく人間の姿で参戦し、パンダは勝利ポーズでのみ見られる。旧の子たち。聖ヘベレケ女学院格闘新体操の選手。華麗な新体操と卑怯な性格で挑む。旧の台頭の妹。旧の台頭。風林館高校剣道部士優勝。剣道の達人で変態的性格の持ち主。人呼んで風林館高校の青い雷、イカズチ。本作では投げ技を持たない。旧能校長。風林館高校の校長で、生徒をいじめることが生きがいの、ハワイかぶれ。大頭と子たちの父である。シャンプー。中国の女傑族の娘。中国でランウマ、ランマに、敗れて以来、追って日本にやってきた。水に濡れると猫になるが、本作では起こり得ない。強要が、ランウマの幼馴染でありライバル。技の多彩さとパワーが強力。水に濡れるとコトンになるが、本作では起こり得ない。プレイヤーはランウマとランマのみを選ぶことができて、ゲンウマ、コタチ、キュウノウ、校長、シャンプー、ヨーガの
順番に戦っていく。全6ステージ。なお、対戦前にそれぞれどちらを使うか選ぶことができる。他には、8宝祭、と、コロン、がボーナスステージ。子たちに勝った後と校長に、勝った後にある、の相手を、務める。そして本作では天道茜と、クオンジウ教とムースは参戦しておらず、ボーナスステージで姿を見せるのみ。ルール。相手と3ラウンド戦って、2回選手するのが勝利条件となっている。HP ゲージは画面上に、表示されており制限時間内に、相手の HP を例にすれば、選手。キャラクターの動作。操作は、十字キーで横移動、X でジャンプ、L か R でガードの基本動作はもちろん、さらに小技、中技、大技を繰り出す。小技、ワイトビートしたボタンによる、パンチ、キックの上下段打ち分け。斜めまたは垂直ジャンプからの、蹴りなどを繰り出す。中技、ワイトビート進行方向によるアッパーや、スライディングなどを繰り出す。必殺技、Y 連射、BY 同時、A ボタンで繰り出す。必殺技というと繰り出すための、条件がありそうだが普通に、繰り出せる。なお、Y 進行方向で投げも、行えるがこれも分類される。このようにタイベックされているが、一部のキャラには特有の、コマンドも用意されている。その他、オプション項目、いろいろな設定が用意されており、難易度の他にも、クレジット、で、コンティニュー回数を増減させたり、キーコンフィグなどが用意されている。難易度について、イージー、ノーマル、ハード、スーパー、の、4段階が用意されており腕前に応じて選ぶことが可能。とりあえず、今回は難易度に応じてエンディングが変わるということはない。対戦モードについて。対戦モードではいろいろな原作キャラ同士の戦いを楽しむことが可能。同じキャラクターの選択はできない。隠し操作で可能。が、男ランウマ VS 女ランマの対戦は可能である。隠しオプションで8宝祭と、コロンを使えたり、戦う場所の選択もでき、CPU との対戦や CPU 同士の、戦いの観戦なども行える。ただし、8宝祭とコロンはプレイヤー専用で、CPU に派できない。
評価点。原作要素は多い。アニメと同じ声優が起用されている。SFC の性能では掛け声になるが、良質なグラフィックと相まって、原作キャラを操作しているという実感を持たせてくれる。原作キャラの個性とゲーム性の反映。原作キャラも個性があり、シャンプーは素早さに長けた近距離タイプ、校長は飛び道具を活用したヒット&アウェイなど、特徴が付けられているのも、良い。ランウマ、ランマ、シャンプー、隠しキャラの八田から際は二段ジャンプが、可能になっている。これらも原作キャラと戦っているという実感を持たせてくれている。また、腕に覚えがないプレイヤーは難易度を下げれば適度に難易度が下がるのでとっつきやすい部類になる。グラフィック関連は非常に良い。キャラクター選択の際は大きい顔グラが高品質で表示されており、等身大の原作キャラたちによる多彩な動作が書き込まれており、原作通り色々な技を繰り出すのは楽しい。ステージ背景も種類も豊富で細部まで書き込まれており、背景がスクロールして奥行き感も表現している。特に天道道場のステージには、天道家の人々のほかムース、五寸釘、右京、博打王キング、ファンスト太郎など多くのキャラが、後姿ではあるが書き込まれている。一枚絵も豊富であり、イベントに関しても豊富な一枚絵が多く用意されており、SFC ではさすがに動きまではしないが、非常に質が良くゲームオーバーのものまで用意されている。しかも、ゲームオーバーの画像は男ランウマと女ランマによって異なるものまで表示されるようになっている。スタックロールの際はデフォルメされたキャラたちが次々と登場して最後までプレイヤーを楽しませてくれる。音楽。音楽制作会社であるオーパスに所属している赤堀正直氏と榎木基準氏による音楽であり、各キャラに派それぞれ専用の曲が用意されている。ランマの格闘ゲームとしての基礎は出来上がりつつある。格闘ゲームとしては第一弾であるが、そこからすでに原作キャラを操作して適度なオチからのエンディングに移行する構成が出来上がっている。後の作品では、ランウマ以外の主人公が選べたり、表現力の進化に問題点の解消などが行われ良作に仕上がっている。賛否両論点。難易度は高め。EG からして相手からの攻撃がそれなりに飛んでくるので、歯応えがあり、しかもコンティニュー回数も有限なので、ある程度の腕前がどうしても必要になる。また、スーファミのボタンはファミコン時代よりも多く用意されており、初心者が慣れるまでは難儀するだろう。問題点。ゲーム性。本編では裏技を使わない限り、ランウマ OR ランマしか選べない。本作では難易度および裏技でキャラを変えてクリアしてもエンディングは一通りしかないので物足りないところ。なお、続編では他のキャラも普通に選べるようになっており、キャラクターに応じたエンディングになるようになっている。本編における両画の AI、なんと投げハメを使用してくる。両画と戦っている気分なんてあったもんじゃない。幸い、今作のランウマ、ランマは、マチキャラ寄りの性能なので、対抗できなくはないが、インターフェースの練り込みが、足りない箇所がある。勝者の表記は、キャラクター名ではなく競技者1、2、の、勝利と出てくるので違和感が、否めない。対戦モード。戦う場所について通常はステージセレクトすらできず、上記の隠しオプションで、可能、ランダムで選択されてしまうというありさま。対戦専用のステージもあるのにもったいなく、感じる。ゲーム性に支障を、きたすわけではないのだが、テストプレイの域を出ない。同期の格ゲーと比較するとほとんど、裏技ありきのクオリティと言える。対戦時は専用の曲が、3機よく用意されている。2曲はボーナスステージと、兼用、だけで、HP モード時の各キャラの、テーマが流れることはない。対戦バランス。初作なこと、そして原作のキャラ特性を、再現しようとしたことを考慮に、入れても、対戦バランスはかなり崩壊気味。分かってきてしまうと、強いキャラクターにはまず勝てなくなる。急脳対等、鼻毛技こそ持たないが、強い判定、リーチが長い、隙の、隙
少なさを兼ね備えた通常技を多く持っており、体から攻撃も完備。間違いなく本作の最強キャラクターである。投げがないなら投げはめを、すればいいんじゃないか?と思われる方もいると思うが、旧能は、1フレームで、投げられ判定がなくなる上、ガードされても全く暇の、ない中段攻撃、を持っており、その技をリバーサルで出されると、よくて総打ち程度にしか持って、いけない。ガードし続ければ再び得意な中間間合いまで、間合いを格下られてしまう、と、攻守ともに暇がない。時点でやはり強力な通常技と、飛び道具を持つ、校長、リボン、の射出前後の、暇が極悪なまでに少なく、使いこなせれば便利すぎる、子たち、あたりが、豪キャラ。主役である、ランウマ、は、飛び道具を持たず、体から技は豊富で強いものの、近づいていくのが難しいためはっきり言ってきつい。スピードである程度カバーできるランマ派ともかく、ランウマは、ほとんどいいところがない。その他、フォントがファミコン以下、グラフィックに優れている一方、文章量は全体的に、少ない上に品質も悪く、漢字はおろかカタカナすら使われずひらがなのみで、乏しい。そのため、特にシャンプーと表示するところをシャンプーと、表示までしている。総評。本作は原作要素があらゆる方向から見事に表現されている。とはいえ、主人公が一人しか選べなかったり、メニュー画面などの仕様についてはどうしても、練り込み不足が目立つのは致命的なところはないが、惜しいところと言える。いろいろあるが、ランウマの格闘ゲームの第一作目としての、第一部を踏み出した作品と、言える。今のところ安価で取引されているので、ゲームが得意な原作ファンならとりあえず手を出すのも良いだろう。続編。同年7月17日に、ゲームボーイソフト、ランマ1に、熱烈格闘編、バンプレスト、が、発売。アニメ放送中に発売された最後の、ゲームとなった。メサイア発売の正式な続編としては、同年12月25日、ランマ1に、爆裂乱闘編、が、同じくスーパーファミコンで、発売。それ以降も同機種では RPG や、パズルなどいろいろな形で、発売されている。その少し前にあたる10月2日、PC エンジンで、ランマ1に、打倒、元祖無差別格闘竜、が、発売されている。こちらは前作の横スクロールの、アクションゲームから対戦格闘に、モデルチェンジしている。余談。説明書。八田からさい、とあるがまさしくは、八田からさい、とするところである。作中では技のコマンドの、説明が一切ないが説明書にはしっかりと、記述されているので、本作に手を出すなら多少高くても、説明書がついたものを購入するのが、良いだろう。当時は様々なキャンペーンが行われていた。テレホンカードのプレゼント企画が行われた。商品付属のアンケートを送ると本作の記念オリジナルイラスト入りテレホンカードが抽選でもらえるというもの。テレホンカードとは公衆電話を使うためのものであるが、現在のところガラケーやスマホの普及によりめっきり数が減ってしまった。テレカは使用するよりも大事に、保管しておく方が良いだろう。海外での展開。海外では、ランマ、2分の1、ではなく、ストリートコンバット、というタイトルで、発売されたのだが、本作のゲーム自体があまり褒められたものではなく、しかもキャラクターを全くの、別物に差し替えたことにより原作要素は完全に、消失。これにより評判が悪かったらしく、最初で最後の、ストリートコンバット、となってしまった。実際、続編の、爆裂乱闘編、は、海外では、ランマ、1、2、ハードバトル、の、タイトルで発売され、パブリッシャーも変更されている。
ゲーマーの意見。タクシ、意見。このソフトは1992年に発売された。見たらわかるように1992年なのでやはり画像は古いが、キャラが豊富で全部キャラを紹介するとランウマ、ランマ、ゲンウマ、キューノー、黒バラの子立ち、校長先生、シャンプー、裏技で、ハチタカラサイ、コロン等が、使用可能、ベルコ、意見。確か私が中学生だった時に発売され、友達の家でそれなりに盛り上がったゲームだったとは思うが、今やると動きの重さにげんなりする。操作は 2D ものなのに癖のあるもので、ボタンでジャンプ、ガードを駆使しなければならない。必殺技はボタン連打であったり B と Y ボタン同時押しであったりなので、容易に出せ初心者向けな内容かと思う。ツンデレ残機、意見。まあまだランマ格ゲーとして、1作目なのでゲームとして、未完成ですね。まだ1作目として出した作品なので、多めに見て星を1個多めに、つけました。当然2013年現在これをやるのはとてもきついと、思います。間違いなく今の目で見れば、クソゲーです。ゲーム中年、意見。ランマの格闘ゲーム。思ったより操作性が良くて、やりやすかったですよ。斬新なところは見当たらないけど、暇つぶしくらいなは、ちょうど良い作品です。